ございます。お久しぶりです。お久しぶりです。会いたかったです。お久しぶりです。会いたかったですね。お久しぶりです。今日は QBS です。今日は QBS。 はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。危ない挨拶します。 QBS 皆さん、 QBS です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今からは今からはハイタッチします。もうお客さんお願いします。ハイタッチ、お客さん入ってます。はい、ハイタッチ。一緒にちょっと楽しんでいただくかなと思うんですが、皆さん質問書いてくれました？質問書いてくれました。今日はその中からいくつかちょっとね、みんなに答えていただこうかなと思います。 QBS への質問。初の3人ユニットでの活動で大変かと思いますが、ティアラとしての活動と何が違いますか？何が違いますか、今日が初めてからわからないですでも皆さん、今日初めてっていうところに一緒に今この瞬間いるっていうことですからね。それがすごいことですよ。はい、続いてミラムさん、女性の方、ミラムさんいらっしゃいますか？ミラムさん、あ、いた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 、見えますか？ちょっと面白い質問ミラムさんくれました。あ、家でセクシーラブ、あ、セクシーラブ一緒ですね。ドンキューテに買いますか？買いますか？見える？あ、まだありますか？まだありますか？はい、ミラムちゃんの質問、家でゴキブリが出たら何で潰しますかっていう。一番怖いです。一番怖い、ゴキブリ。うん、うん、저는엄마한테잡아달라。私はお母さんに捕まえてってお願いします。それはいいですね。キュリさん。あ、はい、私は虫を、あまり별로벌레를무서워하지않아서저는やっぱり、네、스스로이렇게잡을것같아요。私あんまり虫怖くないんですよね。だから出てきたら自分で普通にパッて取るような気がします。強い、やっぱりかっこいいですね。やっぱりキュリちゃん。やっぱりキュリちゃん。やっぱり、はい。さあ、続いてここでまだちょっとね、皆さんとゲームをやりたいと思います。ゲーム題して、 QBS の真実に迫る一番〇〇なのは誰だ。イエーイ。どんどん。自分が社長だったらソロとして売り出したいのは一体誰？이건한명씩얘기하실것같아요。보라매さんは？아、私は소연ちゃん。소연ちゃん。はい、はい、理由は？なぜならば。なぜならば、ソヤちゃんが本当に可愛い。わあ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。本当にボランちゃん、ありがとう。本当にくまる、ちゃらんだ、上手。言葉が上手だし。はいはいはい。잘키워서、뭔가좀육성을잘육성을해서、네、이렇게좀더이렇게뭔가좀키워보고싶은。なので言葉も上手だし、可愛いし、だからこう育ててみたい気持ちになると。社長だったら私はソヨンちゃんを育ててソロにこうしていい。귀여운아이를막전세계막막다퍼뜨리고싶은그런。この可愛い子も全世界みんな見てってやりたいそうです。いいです、私はいいです、いいです。ブラボー社長さん。さあ、ではですね、最後に一言ずつメッセージをいただきたいと思います。ではまずキュリさんから。はい、皆さん今日は会いに来てくれて
本当に本当にありがとうございました。はい、これからもティアラとしてはもちろん QBS でも頑張りますのでよろしくお願いします。はい、はい、はい、皆さん今日楽しかったですか？はい、私はとっても楽しかったです。はい、日本のファンの皆さんが応援してくれるので、はい、私たちはいつも勇気をもらっています。これからも頑張りますのでよろしくお願いします。皆さん風のように聞きました？どうでした？皆さん今日は会えて本当に幸せでした。皆さんも幸せでしたか？はい、QBS ではティアラで見せたことのない違う姿をお見せしたいと思っています。頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。せーの、ありがとうございました。お疲れ様でした。ご飯も食べましたか？食べました。いっぱい食べます。お腹いっぱい食べました。ちなみに今からどこに向かってるんですか？ホテル。ホテル。千葉県。あ、千葉県。はい、千葉県には何？千葉県九十九里。九十九里。うん、明日から私たち QBS の PB 撮影があります。 QBS？はい、風のように風のようにの PV 撮影。はい、多分雰囲気はちょっと悲しい感じ。悲しい感じ。うん、 QBS が延期をします。うわ楽しみですね。はい、明日すごく朝早いらしいですけど。はい、3時から準備します。3時から準備、うん、大丈夫ですか？大丈夫じゃない。大丈夫じゃない？今日も日本来て大変でしたもんね、うん、イベントやってて。あ、イベント時にはすごく楽しかったです、うん、QBS は初めてイベントだったからすごく楽しかったです。 QBS の初の活動ということで今日は。はいはい、初めてです。記念すべき一日でしたね。記念前から何かやね。あ、そうですね。うん、ちなみに QBS の名前の由来。あー、簡単です。考えより簡単で、キュウリの Q、 コラムの P、 ソヨの S で、つなげて QBS。 QBS、 それ誰が考えたんですか？初めてには日本のファンの方の考え。あ、日本のファンの人たちが、はい、うん、アイディアをもらいました。うん、なるほどなるほど。じゃあ明日早いですけど、はい、うん、頑張ってください。頑張ります。頑張ります。はい、じゃあ明日も僕ついていきますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあゆっくり休んでください。バイバイ。 QBS です。ボラさん気に入ってますね、 QBS。 え、大好きですか、 QBS？ あ、大好きです、 QBS です。